い、今日はニコモの夏私服の撮影をしてます。なんと千葉県に来ちゃいました。じゃじゃーん、大きなプールとミユがミユの1カット目です。2人ともメインカットから撮影だからね。気合がしかもさ、ボトムが2人ともピンクなんです。メインカットね、たまたま白で、やはり流行りの色なのかも。じゃーん、傘が来ちゃった。ちょっと待ってね、ちょっと、可愛い。近づきます。はい、いい風。はい、スカイス。スタートに詰まるね。はい。ゆるちゃん頑張って。スカイ。行きます。可愛い。ゲラゲラ笑いました。ゲラ。そう、大きく笑っていいですよ。かわいい。カノン、じゃあこのコーデのポイント教えてください。コーデのポイントは、なんか基本モノトーンっぽい白と黒なんですけど、ちょっとずついろいろ小物入れたり、差し色のピンクとかリップとバッグとこの付録のピンクの文字を合わせて、わざとそのピンクを差し色にしました。シールだよ、夏だよって感じです。はい、今日はニコモの夏私服の撮影をしています。このコーデはやっぱりチュールに、私は甘いトップス合わせるんじゃなくて、ちょっとロックなカジュアルな T シャツ合わせるのが私っぽいかなと思って、こういうコーデにしました。それでこのクリアリュックにおもちゃっぽいものをたくさん入れて、ちょっと遊び心というか差し色をして、ちょっと遊んだ感じにしました。このバブルスで買ったんですけど、このミラーサングラスもすっごい可愛くて、今年の夏たくさん使えるかなって思ってます。はい、こんな感じです。リュックの中はどこで買ったんですか？リュックの中はこれ、あ、取れちゃってるんですけど、これがハワイで買ったんです。スポンジボブだ。スポンジボブです。でこれがプラザで買って、これ中つってんの？つってます。中のチャックにつってて、でこれがクレアーズです。これがちょっと分かんないんですけど、かわいい、こんな感じです。はい、みんなもぜひクリアリュックにこんな感じでカラフルなもの入れて参考にしてみてください。わー、めっちゃ気持ちいい。寝心地どうですか？最高ですじゃあ寝ながら私服のポイント教えてください。私服のポイントは全体的なテーマは、やっぱりカジュアルが好きっていうテーマなんですけどこのコーデは、カジュアルの中でもちょっとガーリーな感じに、カジュアルさんがするガーリーコーデです白のサロペでちょっとガーリーにして、カンカン帽とかでガーリーにするんですけど、白のサロペと黒のトップスでとカジュアル感を出してまとめてみましたこれでお出かけ行ってきます。あ、夢の中で行ってきます。おやすみなさーいかわいい。今年流行りのスケとこのガチャベルトを使って、で1枚で着るのも可愛いんですけど、中の T シャツをショーパンにして着るのがおすすめです。泣いちゃったの？すごい、なんかやってるの？アイスも美味しいよね。